ボロボロボロビンボロボロボロジョンボロボロボロ派手なブロックから桃の天然水チャンネル登録をすいませんでしょばいや今日はめっちゃテンションが上がってるんですよ。というのも今日は僕がめっちゃ好きな制作者 50FDLOCK さんの新作コースが出たんですよ。この方はね数々のバグ騙しコースを作ってきました。そんな方の新作コースだってめっちゃ楽しみじゃん。あ、どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。マリオゲッツトロールドインザエディター。マリオはトロールコースを作った人みたいな感じかな。いやもうそんなんいいから早くやっていこうぜ。クリア率は 1.08%。 そういや最近こんなコメントもらったんだよね。ガチで一発でクリアしてみてくださいって。そこまで言うならやってやるぜ。ただ集中するんで無言になっていいですか。開幕スパイカー。え、今のボンミスじゃない。この針に当たるのはなしだよな。もう一回ちょっと本気でやってってみていいかな。出てくるところおかしいじゃん。なんでそんなところから出てくんのよ。砲台の中に砲台が入ってるとか意味わからんで。この土管すぐに入っちゃっていいのか。上の3部襲ってくんだよ。土管に入れませんで。いやいや右に行った瞬間すぐ左で、するとこの下に行けるというわけですね。行き過ぎなんだよ。こういうシンプルな罠が一番面白かったりするよな。でこの P ブロックがなくなってこのオープンブロック叩いてみようけ。何か出てくるかもしんねえ。キノコとかね。特に何もない。じゃあのブンブンを踏む以外ないよな。え、踏んでいいよ本当に。なんかしてくるんじゃないの。まだブンブンにあんな使い方があったのか。左のパックのところ行っていいでしょうね。ブンブンからまた発火されそう。大丈夫ここでいい。ふざけてないからな。これでも真面目にやってるんだよ。ちょうどいいところに来るんだからこのブンブンさ。じゃあ一旦踏みます。そしてここ隠しブロックがあるかもしんねえよな。一旦倒しておこうかこのブンブン。いやブンブンどっか行っちゃった。鍵があるかなと思ったんだけど、この四角の枠のところ危ないね。そんな罠に引っかかるかよ。これを叩いた瞬間すぐ左で、すぐ左で。大丈夫何もないさ。魚とか出てくると思ったけど、ただのコインか。中間あ、ここピンクコインコースか。じゃあ一番左のドアから入っていきます。こっからとんでもないバグが来ることを期待してるぜ。なんだあのジャンプは。俺のマスターソードを返せ。ビビるね。こんなモグラごとくにビビってんじゃねえピヨキンが。ケントタダさえもらえばこっちのワンなんだよ。チューチューシュッシュッチューチューシュッシュッ。こっからアチュー。さらにさらにこの場所がアチューアチュー。よくかわしたな。さあここでオープンブロック。待てスネオ。わざわざスネオに乗らなくていい。ここから弓矢を払ってオープンをすればいいだけの話じゃないか。さあブロックを壊していこうか。君はそんな楽しそうにくるくる回ってますけどね。僕はそのせいでやり直さなくちゃいけないんだよ。この陽キャが。陽キャに対抗するには陽キャが一番だ。見てろ生まれ変わった僕はね。タタラタタタチュ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 ペペペペペペペチュチュチュくだけろ。この辺ぐらいでいいかな。この辺で砕けてくれないかなこのブロック。よしよしざまあねえな。さあこれはヒップドロップすればいいだけかい。ヒップドロップしたらこの針に当たると思いきや僕は何もならないと見て。いやいやまだ間に合うよ。このまま下に降りていこうか。下に降りると何がある。やめてよ。派手なを叩いてすぐ左で逃げればいいでしょうね。バル、さっきはよくもやってくれたな。お前が地獄に落ちる。バレよバレよ助けやがった。じゃあここで隠しブロックを叩く。あっオプション。ホホ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 。見て見てこのバレが僕を助けてくれたの。これが僕のバレの友情さ。お前スネオ何をしてくれ。こっからまっすぐ走ればいいんだろうな。ダークドリア今日騒がしいって。せっかくのいいコースなのに僕の中京のせいでめちゃめちゃになってるって。いや、いいのか。こんなヤバいコースより僕の方がヤバいって思わせた方がいいんじゃないか。バケバケスネア松ザマスデスマス。これはさっさと左に行ってこのスネアの上に乗って死んだふりをすれば先に進めると思いますよ。さあスネちゃんも出てきて、そしてこうだ連れて行きなさい。ここで待つだけでいい。ただそんだけのことさ。そしてこのスネオに押されて押されてどこまで落ちてくる。下がら左に押されて押されて一番左まで逃げてみようか。そうすると魚に引っかからない。上は何もあるわけじゃないけどスネークブロックが出てきてくれて。
さっきから僕は何をやってんだろうな。もうね、普通にマリオのゲームをやってる人の喋りじゃないのよ。もう生きるか死ぬかみたいな感じになってんのよ。さあこれで終わりなんでねえの。終わりだよな。その終わりじゃないんだよ。なら緑の土管ってこの土管のことだと思うんだけど、これを戻れば何かある。うん、バーナーがあるだけだよ。これでオンオフが変わってるから、もしかして罠が変わってるとかそういう感じだから。彼女これは出てくるね。このまま普通に進んじゃっていい？なんて言ってんだよ。今赤ちゃん言葉実況じゃねえんだよ。え、でも普通にさっきと全然変わってないじゃん。またここもスネークブロック来てくれるみたいだ。え、なになに、なんもさっきと違くね。まあでもさ、あんまり変わってないっていうことは優しかったね。これで上に行けばさっきの中間ポイントの場所に戻れるわけじゃなさそう。え、なにこの目と蹴っていい？上に行ったらね、やられるしかないと思うんで、これを倒すしかないと思うんですね、あの影棒は。よけんだよ。いや、こっちにも来ないっす。あ、でもこれもう上に行くしかないじゃん。どう考えても鍵取れないってことはこっちに行くしかないもんな。さあこの上に行けば鍵がないよ。どこにあるんで。それはいずこ、ここに隠しブロックがあるとかそういうわけでもない。うわ、どうしようか。一旦ここに行って右に行ってみようか。そうすると、あいつ出てくんのか。そして蹴ったら大丈夫みたいな。なるほど、そういうことだ。これがメンターテンピオキングだね。今なんて言った、メタンテンとか言ってしまったけど、これで終わりなんでねえの。よーし、中間、中間がないよ。中間取らせてくれないの。でも1個取れたね。左上のは取るのはよしておこうか。多分この下に行けば中間ポイントが取れるみたいだ。よーし、じゃあすんだよベベ。ピンクコイン1枚ゲットだぞ。そういや最近さ、とあるゲームで声を出したらキャラクターが動くっていうゲームがあったんですよ。まあ声を出さなかったら動かないんだけど、雰囲気はマリオみたいな感じかな。だからこのマリオメーカー2でそれをやっていきたいと思います。次はこの土管に入っていきたいと思います。全然面白くなる予感がしねえな。次はギャグ踏んでいいのかい。今日の僕はイカれてる。やっ、常に喋り続ければ常に動けるんだよ。さあこれオンボスアリーナ、いつもと何も変わらない。でも常に動かなくちゃいけない。そういうゲームだこれは。オンオフをしていいのか、オンオフからのどうなる。フラワーさま、もう飽きたんで普通にやっていきます。めちゃめちゃやりにくかったね。でここでもう一回オンは欲しいの。このフラワーは取らないでおこうか。いや取っておこう。なんだこのベルトコンベアは、特に何も意味がねえじゃねえか。上と下どっち行こうか。いや一旦だけ1個壊そうか。1個壊してこの右の方壊したくない。何何これ。こっから先進めなくしようだってさはいかねえぞ。これ上行けるかな。よし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 。でここでチャッカマン。チャッカマンできない。あ、いいよいいよ、ここでフレード、ここでボブ兵を叩く。いや、なかなかいいペースできてるよこの場面はよ。一緒やち、こっちに来るのかい。こっちを見てないで、じゃあ上に行かせてもらいますよ。この上は、え、何もないな。さかなさんよ、そんな罠に引っかかると思うな。邪魔をやか。じゃあこの場所どうやって進むかよ。右は隠しブロックがあって先に進めない。ここは隠しブロック、あ、ないのか。じゃあ砲台もいなくなんないってことだよな。え、マジでこっから先。いやー、なるほど、隠しブロックあるのね。それはわかんないって。え、何この動画が入るのか。いや待って待って、この動画入ったらやっぱダメだよな。インド、何をね。のーパウパウ、その通り来たのに。多分ね、下のパワーブロックを叩いたらここにパワーブロックがなんか置かれて上の土管に入るしかなかったっていうことなんじゃないかな。このパワーブロックは叩いていい。いや僕は叩かない。一旦ちくわブロ、いやこの場所で叩こうか。そしたらさがみブワーだー。いやさっきから結構いい読みはしてるんだよな。じゃあちくわブロック落として、土管に入れ。これさ、もしかしたらパワーブロックは発動しないでいいんじゃない。このままちくわブロックを落として土管に入れるみたいな。いやー、やっぱりね、パックでさ当たり判定そんなにないじゃん。いやどうじゃどうじゃ、左上でパワーパワーって言っていいのかな。まあそんな簡単に進ませてくれるとは思えないけどね。やっはー。1体目のカキも踏んだらすぐ右に逃げればいいんだ。そしたらここにパウが落ちてくるでしょ。で踏んで踏んで上に行きます。うわ、2分の1じゃねえか。上と下どっち行こう。下が怪しい。青ブロックがこれ変わっていける。うわ、踏んじゃやだ、ボス死にたくて。
で2分の1は絶対外すんだって。いや、進めるか。いけた。いや、いけ。絶対こうなるんだって。進めなくなるって分かってるんだって。下の村場は当たらねえな。っていうことはこれまたこっちに戻らなくちゃいけねえじゃねえか。これね、さっきから何度もやってるけど、これ一回やられるたびにね、ここにまた戻らなくちゃいけないのよ。何考えてんだよ。向こうの方に針の一個でも置いておいてくれよ。一回失敗するたびここまで戻ってくる手間とか考えてないんですかね。なぜ作者すっきりした。上からでいいのかい。オンオフブロック変わるなよ。先に進まってくれ。よし。で、あの赤いのか絶対何か出てきそう。赤いのかに入っていきますよ。よしよしよし。入れねえ。あれ、どこは入れねえんだけど。じゃあこのオンオフブロックをして、あ、オンオフが反対になってる状態でこの土管に入れば何が変わってるってか、そういうことなんでねえの。いや、さっきの赤いのか入れなかったもんな。ここもブブーで違う。っていうことはこの先から何か変わるみたいな。ヒントだけど実はヒントじゃない。そっちか。あばか。いや、これは僕やられないんですか。ナイスアシックさ。2枚目のピンクコインのコースももうこれで終わりにしようじゃないか。さあこの路外に入ると中間ポイントがあるんだろ。よし。あれ、中間ポイント取ったのはいいんだけど、ここピンクコインなくね。右に2枚って書いてる。あれ、さっきピンクコインこの場所なかったっけ。ってことはここ来てもいいってこと。ふざけるな。そういや最近さ、全自動コーヒーメーカーが欲しいなと思って、やっぱ有名なのってデロンギじゃん。でそれ僕が欲しいの調べたんだよね。そしたら30万ぐらいしちゃってさ、いやいやそんなの買えねえなと思って、だからみんなのおすすめを教えてください。いやこれなんかどうにかしたら抜けれそうだな。ちょっかなんかいけそうな気するんだよな。ちょっと見てて。このフィッシュボーンが出てきた瞬間に抜いて右下。いやもうちょっと早くか。このタイミングか。いたたたたた。よっしゃ。ガマ入ってきたぞ。さあこのパーブロックを抜きのこいつを倒します。なんでもう一体いいの。いや自分で言っちゃいますけど、この待機をクリアした僕はマジですごいと思いますね。死に耐久ペンシを舐めるなってんだ。じゃあこのパンを投げたら上からサンボが降ってきたから、投げてすぐ右に行っちゃおうか。これで大丈夫。さあチビになりいの。いやここ足があるね。リンクを取っていいのかな。このブロック壊して何もされない。ブロックを壊す。そして一旦左で逃げようか。どうせあのリンクは取れないと思いますよ。そしてうわ下に、あっぶた。引っかからねえよそんなのは。じゃあ記録を取りのこれ乗っていいのかな。乗ってみようか。乗ってこっからどうするか。右のオンオフをする。で一個一個壊していっていい。大丈夫。いやもうさ、壊さんでいいと思うんだよな。もうあの土管に入れないような気がするから、こっから土管に入っていきますよと。土管の下何かあるような気もするんだけど。キラシャー。そういうことは早めに言いなさい。は？怖すぎやろ。ため打ちしたらいけなかったってこと。でもさっきため打ちでいけたような気がしたんだよな。めちゃめちゃ壊れてはぁーみたいな感じになってしまったけど、いやいや面白かったね。じゃあここは P スイッチを踏んで右か左どっちに行く。なんか左上今度はデカキノコいるって書いてない。下に行けませんね。もしかしてここデカ状態のまま入るじゃん。でもう一回この土管に入り直せばいいとか、そんな感じなんかな。そうするとあ、 P スイッチがなくなってる。そして下に降りれば問題あるぞ。さあ次は P スイッチを踏んで、いやいや踏まないよ僕は。一旦叩いておこうか。叩くとこっちに来るよね。そしてここでかぶれるみたいだ。いや踏む、踏んだらこの雲の上に来るよな。しゃー、この土下座を下にやることは間違ってないと思う。だってこれコイン入ってるじゃん。だから P スイッチ踏んでもコインにならないと思うんだよな。で P スイッチを踏んだ瞬間にジャンプ、これでいいんじゃない。そしてかぶりますからのドアに入ります。これで終わりか。うわまだアウトか。これ言った。何やってんの。
よくよく考えたら右下1マスしかないじゃん。だから USA 記録を取ったらいけないと思うんだけど、隠しブロックがあったら終わりだよな。ない。ということは USA は取らないでいいと思いますよ。なんだよクバクラ、今日も可愛い顔してるね。さあこのクバクラ、なりなりなになに、右の影取っちゃっていいのかな。取れないよ、この辺で。え、ブロック壊れんくね、これ。え、何あのブロック。うわ、どうしようか。じゃこれも先に行っちゃうしかないよな。で、鍵がやっぱりないってことは、もしかしてあのブロック抜けれるやつなんでねえの。バッカちゃん。多分ね、あのブロックバグがなんかで、ね、すり抜けれると思うんだよな。え、なに。いやいや、わかんないわかんない。え、何しか言えない。なんかクパクラ消えちゃったんだけど。ビッグゴミないじゃん。え、どこでビッグゴミ。そっちかい。いや、待て待て待て、こっちがまだ先に進めるルートは。え、ピンクコインどこ行ったの。てかピンクコイン全部集めちゃうことになっちゃうやん。え、全然意味わかんねえ。ちゅうことはさ、もう一回最初からやり直しみたいな。いや待てよ、今さ1枚目のピンクコインを取ろうとしたんだけど、やっぱここもなかったんだよね。ってことはピンクコインを集めるっていう感じじゃなくて、最初から右に行けばゴールできたっていう感じなのかな。ここさっきどうやって取ったっけ。右押しっぱで大丈夫。ここさっきどうやって取ったっけ。右押しっぱで大丈夫。右押しっぱで大丈夫。で、こっから、あ、なんかさっきの変わってる。この鍵ドア入ったらいけなかったのかな。で、中間ポイント鳥居ので、さっきの中間ポイントのところに行けるっていう感じか。はいはい、なるほどね。っていうことはさ、左と真ん中意味なかったんだ。なんだ、そんだけでよかったのね。で、ここはゴールはあの砲台のところらへんにあってくれたら嬉しいんですけど。鍵がいけ。で、さっき中間ポイントを取って、ここから鍵は取らせてくれる。うわ、マジで左と真ん中意味なかったんだな。なんかそう考えると3分の2を外したっていう感じだね。ショック、2分の1も外すなんてさ、3分の2アップか。いや、これさっき上来たよね。話が違うじゃねえか。まあまあ進ませてくれるもんが進ませる。いやきたれ声出すな。魚をまず落としておく。で、この隠しブロックも魚が出てきたよな。こっちもあるね。じゃあこのリフト、あ、ゴールあるじゃん。僕は本気で行きたいと思いますよ。こいつは上に行くんだろ。バカか俺は。慎重に行け。あとはチキアブロックから降りてゴールするだけじゃないか。なんなんだこれは。おい、なんだよこの動きは。今まで見たことねえ動きすんだって。で、これ下に行けないの。もう左にも行けない。これ上の砂場に当たれてか。これさ、バレにもなんか乗れない。何この死に耐久。これ待ってればさ、下に行ける時は来んのか。バレ乗せてくれよ。もう上のつららにそれが当たらせてくれよ。お前らいい加減にさ。これね、マジで乗れない。何をしてもダメなんだよな。こんな砲台の動き見たことある。みんなやべえよな。あ、バブルが出てきてくれた。いや、ありがたいんだけど、この階級はクリアできないのかな。みんなリベンジさせてくれ、この死に耐久を。あれ、バネがいない。あ、バネ、あ、バネ来たね。これ新体験クリアできないのがめちゃめちゃ悔しいんだよな。これバネ乗れないの。なんかね、乗ってる感じもしないんだよな。ということはこの新体験クリアできないんでねえの。上につららがあるってことはなんかできそうな気もするんだけど。もしくはこの右と左、いや右と左にあんのかこれバネ。それとも一個さ左右に移動してんのかわかんねえんだよな。キャッ、えきえき。いや、これはダメだ。マジで乗れないんだよな。こんなのクリアできねえよ。よっしゃー、死に耐久飯を食べるぞ。次こそゴールするだけだと思いますよ。このちくわブロックを落として下に行こうか。かわいいんだよ、ほんで。もういいんだよ、左は隠しブロックはないんで。なに君。勝ったぞー。よし。いや、最高に楽しいバグトロールコースでしたね。やっぱこの人マジで天才だわ。どうもありがとうございました。